元演奏家の松山由紀子さんとことゆきバンドによるニューアルバムのリリースコンサートが明日行われます。今回は去年日本ツアーで一緒にやりましたメンバーとまたこのロサンゼルスでコンサートをしようという企画で、実はバンドメンバーの中のボーカルが私の兄なんですけれども、その兄とユニットを組みまして去年新しい CD を出したんですね。でその新しい CD のテーマがビヨンド・ザ・スペースという空間を時を超えてというCD なんですけれども、その CD リリースコンサートということで今回新しい CD をこのロサンゼルスでリリースします。そのコンサートです。ギターボーカルに小川博隆、そしてキーボードがダイアナ・デンティーノ、そして明石光輝、そしてベースに泉直也で、ドラムスに奥井出谷、そして今回のスペシャルゲストとしまして、とても有名なパーカッショニストのレニー・キャストロさんをお迎えしてのメンバーです。メンバーはそれぞれ単独でもいろんなグループで演奏したり、いろんな方面で活躍しております。皆さんに振り分けるというか、愛を届けられればいいかなと思っておりますので、ぜひ、見に来て、遊びに来ていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。 This is my first time listening to it and to playing with all these musicians, so it's a new experience for all of us, which is a great thing. やっぱりお琴とこのいろんな楽器が交わるというところと、大人の J-POP サウンドというイメージで今回はお送りできるんじゃないかなと思っております。今回のコンサート、なかなかこのメンバーを日本から呼ぶことはそんなにできないので、ぜひぜひ今回お見逃しなくコンサート楽しみに、来ていただきたいなと思っております。ことゆきバンドビヨンドザスペース US コンサートは明日19日日曜日、ノースハリウッドのリモリクリエーショナルミュージックセンターで行われます。